今日はここに大それた題目をつけましてね、離婚の原因。いや、まあ離婚の原因なんか分かってんだったら、もうそれはもうぜひ教えてくださいよということになるんですが、まあ様々な離婚の原因があるんですけれども、まあそのうちですね、最も大きな離婚の原因と思われるものっていうのが私はあると思うんですね。まあ、それはですね、まあ言ってみれば、心の中で腹を立てるということなんですね。で、腹を立てて、例えばまあ夫が妻に腹を立てる、妻が夫に腹を立てるっていうことは結構日常的に起こるんですよね。だからもし腹が立たなければ離婚にならないことが多いんですね。もう一つあるんですけど、腹が立ってもいいっていう方法もあるんで、ちょっと2段階ぐらいで説明をしたいと思うんですけど、まず腹が立つからそれが高じて離婚の原因になるっていうのは多いんですね。まあ最近の若い人の言い方だと、カットくるは僕らの時代かな、ムカつくなんてやつは若い人かもしれませんね。まあそういう、要するに表面に出さない状態で腹が立った状態、まあこれが、これが度重なると、だん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 あれほど愛してた2人もですね、別れていくわけですね。じゃあ、なんで腹が立つかっていうとですね、これも非常に簡単で、自分の考えと違うことをやろうとしたり言ったりするからなんですね、相手が。だから、自分の考えと相手の考えがなぜ違うかっていうことなんですね。これはもう非常に簡単で、これも、夫と妻っていうのは男と女で、年も違ってたり、環境も違ってたりするわけですから、夫が考えてる正しいことっていうことと、妻が考えている正しいことってのは当然違うんですよ。当然。それは当たり前でですね。大体男、だからこそ、まあ結婚するっつったら結婚するんですけど、同じ性格の男と女なんてはめったにいませんから。まあ、いたら逆に今度はそれでうまくいかないっていう場合もあるんですけども、大体は違うわけですね。違うからこそ、子供ができた時なんかは、奥さんが、お母さんが、子供を育てた方がずっと立派な子供ができるんですね。お父さんが別に子供を育てても、一応子供は成長します。親がなくても子は育つですから育つんですが、出来が違いますね。やっぱりお母さんというのは子供を育てるという力もあるんですね。これはそうじゃない動物もいるんですね。メスが子供を産むという動物と、メスが子供を産んで育てるという動物と2種類います。で、どういうふうに違うかと、簡単に言えば、おっぱいがない、メスにおっぱいがない動物。これは産んだらですね、オスメス共同で子供を育てますが、おっぱいがメスにある動物はですね、産んで、育てるというのをメスがやるんですね。これ別に損得とかじゃなくて、もう子供を産んで育てるというのは一番幸福な状態ですからね。まあ、とにかく会社に出て、上司に怒られたり、商売敵と戦ったりするよりか、自分の子供を育てるこそことやりがいのあることってありませんからね、幸せですし。まあちょっと話がずれましたが、まあ、そのように夫と妻とは考えがもともと違うんです。ですから考えが違うことを言われたりやったりすることをムカッとするとか怒るとですね、結局それが積み重なって離婚になるわけです。愛情というのは考え方とは違うんですね。愛情と考え方って全く違います。だから、例えば子供に対して深い愛情を持ってる親でも、子供と親とは世代が違いますから、もう世代が違うというだけで、間違ってると思いますからね。ですから、まあ、どう思うかっていうと、夫は常に妻が自分とは違う考えのはずであると、まあいうふうに考え、妻は夫というのは私と全然考えが違うと思ってなきゃいけないわけです。だから似た者同士で結婚するとか、趣味が一緒っていうのが一番危ないんですね。趣味だけは一緒でも考え方が違いますからね。ですからやがてむしろ逆にですね、趣味が一緒とかそういうふうに思って結婚すると、やっぱり離婚が大きくなります。ですからまずは相手は自分と違うんだと。なぜ自分が相手の考えと違うとムカッとくるかっていうと、腹が立つかっていうと、
自分の考えが正しいと思ってるからなんですよ。しかし相手は相手が正しいと思ってるんですよ。で、自分が正しいと思うことが正しくて、相手が正しいと思って自分が間違ってると思ってることが間違ってるということは分からないんですよ。まあ、私の言い方によったらいつもそれはお釈迦様に聞かなきゃ分かんないじゃないかと。だって A 君は例えば学生でですよ、 A 君は A 君が正しいということを言う、 B 君は B 君が正しいということを言う、それで2人が喧嘩してると。じゃあどっちが正しいのったら、それはお釈迦様に聞いてみなきゃ分かんないわけですね。ですから人間はそれぞれ正しいということがある。それはもう長い間の経験、男女という性格の差、体の構造、そういうものから来てるわけですから、これをもう一致させるってことはまず無理なんですね。私のような職業ですと学んでいる学問の差でも意見が違うんですよ。経済学を学んでいる人と私なんかも全然違うんですね。それは私が合ってて経済学者が間違ってるってんじゃなくて、経済学をずっと勉強してきた人と、まあ、あの物理とか科学を勉強してきた人と違うというだけなんですね。それがもう骨身に染みて分かってなきゃいけないんです。それは離婚の一つの大きな原因なんですね。それからじゃあ二つ目、それを日常的にどうこなすか、つまりなんで腹が立たないようにするかっていうのはですね、自分の頭の中7、3、7、3に分けておくんですね。7割は自分の考えで埋めとくんです。3割は開けとくんですよ。で、例えば夫が妻に何か言われたら、それと自分の考えを比較しないってことなんです。比較したらダメなんですよ。比較したら違いますから。特に日常的な生活は山ほどあるんですね。もう一日のうちに起こることは100もあるかもしれないですよ。細かいことまで入れれば。例えばお茶碗をどこに置くかとかね、洗ってしまうかとか、誰がどうするかとか、ゴミはどうするかと、もう山ほどあるんですよ、細かいことが。そんなの全部一致することがないんですね。ですから7割は自分の考えで頭を開けといて、3割は例えば妻だったら夫とか、それから女と主婦の友達とか、まあ、そういう、それから新聞に書いてあることとか、そういうことに開けとくわけですね。で、私なんかが時々そんなこと偉そうなこと言うけど腹が立つのはですね、違う考えを聞いてくれないっていう時に腹が立ちます。だから僕もそこのとこはもう少し修行してですね、聞いてくれるといいんですけど、違う、別に違う考えでいいじゃないかって僕言うんですけど、相手が、いや違う考えはダメだ、俺の考えと違うって言って頑張られるとですね、ちょっとこっちもなんか嫌だなと思うことがあるんで、これはまあ私まだ未解決の問題で、ただ私はですね、相手が私と全く違うことを言っても腹は立ちません。というのは、7割の自分のところには、それと比較してないんですよ。3割のところで、あ、この人はこう思ってんだっていうことなんですね。あ、これはね、何年一緒に夫婦生活してもですね、やっぱりそういうことはあるんですよ。初めてのことなんていくらでもありますからね。それからまあ、1回ぐらい人生の10年前に起こったことで忘れてることもありますから。で、したがって、まあ新しいこともしょっちゅう起こるんですね。したがって2つあるわけです。1つはですね、自分が正しいと思うことと相手の正しいと思うことは違うと。特に男と女だから絶対に違うと。まずこういうふうにこう骨身に染みて分かっておくと。2番目は、その上でさらに自分の頭の中の7割は自分の考え、3割開けといて、それで自分の考えと違うことを言われると、これは妻とか夫ばかりでなくて、友達でもそうですし、それから社会的にもそうですけどね、そこを開けとくと、まあ、いうことなんですね。だから社会に出ますと、歩いてる時に向こうからぶつかってくる人もいるし、タクシーに乗ればタクシーの運転手で変なブスッとしてる人もいるし、まあ、駅で何か聞いたってほとんど答えてくれない駅員もいるし、会社に行けば上司は怒鳴り散らすし、まあ、部下は何もやってくれない人も山ほどあるんですよ。その一つ一つに腹なんか立ってたら、もうそれは人生が暗くなるばかりか、もちろん親子兄弟夫婦みんな破綻しますからね。ですから、まあ、重要なのはちょっと繰り返しになりますが、まず第一に自分の正しいと思うことと相手が正しいと思うことは違うと。特に相手が自分が正しいと思うことと違うことを言った時に、それは別に相手の考えだと思うことですね。それからもう一つは具体的には、頭の 30%、 3割を開けといて、そこに違った考えを入れると。
この2つが非常に重要かと思います。